張りました。いやありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。久しぶりに見たけどやっぱ可愛いな。ありがとうございます。 SNS で見るよりやっぱ生で見た方が可愛いね、はい、本当ですか、うん、ありがとうございます。嬉しいです。もう会いたくて会いたくて、絶対思ってないでしょ今日の企画は。パンちゃんが試合なくなったんで、あ、はい、ちょっと励まそうかなと思っただけなんですよ。はい、もうでも次の試合すぐなのでね。次がいつでしたっけ。3月12です。3月12か。もうそれは絶対応援行くんで。あれ、ありがとうございます、はい、本当は来てくれる予定だったんですよ。そうです、そうです。いきなりね、あの試合出れませんってなって、試合出れませんって LINE 送ってマジかみたいになって、うん、彼氏できた。彼氏、私いないんですよ。よっしゃよし、ガッ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 。これは隣で笑わない人いますか。これ絶対笑っちゃいますよね。彼氏いないんですか。彼氏いないんですよ。ガチっすか。ガチガチで。よし、頭大丈夫ですか。いや、一応ここ公園なのでね。視聴者の皆さん、パンちゃん彼氏いません。いないんですよ。ワンチャンありますね。え、ドンマイさんとかですか、うん、はないんですよ。あのやっぱお友達ですごい痛いので。あ、めちゃめちゃ YouTube コメントにも来るんですよ、うん、ドンマイさんと頼む、結婚してくれ、うん、っていうのが前回のコメントの一番上に来てます。なるほどね。あのみんながいいね押すから。なるほどなるほど。流れ的にはそういう感じになりそうやな。まあ、ゆくゆく今は違うくても、やっぱ友達からだんだん入っていって、今までパンちゃんが付き合った男性って多分一目惚れやん。ほとんど一目惚れしたことないんですよ。一度もないです。へー、ないです、ないです。友達から入ってます。友達から入って好きになっていくやん。あ、そうですね。あるやんじゃん。そう言われるとそうなんですよね。なんか一番あるやろ。いやでもドンマイさんとはもうないってすごいわかるんですよ。すごいわかる。え、俺はないんすか。ない、ない。なんか一緒にいてドキドキしたことがないです。やめとけ。なんかあるじゃないですか、なんか一緒にいてドキッとする瞬間、うん、仕草とかね、異性といて、うん、めちゃめちゃ一緒にいるんですよ、うん、ドンマイさんと二人でね、車乗ったこともあるんですけど、はい、一回もなかった。可能性はゼロじゃないって思ってるわけよ俺は、まあ、0.01 ぐらい。そうですね、ある可能性あります。 0.01 ぐらい。で世の中の男性全員 0.01 ありますもんね。でもやっぱこんだけ合ってるからさ、はい、視聴者もやっぱ期待しちゃうわけよ。視聴者が悪いんですよ。めちゃめちゃコメント来るんですよ、ドンマイさんとお似合いってめっちゃ来るんですよ。うん、まあ、カメラ回ってない時とかパンちゃんもやっぱりその思わせぶりな態度とか見せてくるやん。語弊が生まれます。ちょっと待って、誤解誤解、あの一度もないです。めちゃくちゃ思わせぶりよ。カメラ回ってない時、本当にめちゃめちゃ冷たいです、私ドンマイさんに。目も合わせてくれへんもんね。目を合わせよ、人とは。合わせてます、合わせてます。カメラ止まったら目も合わせてくれないですよね。で、撮影終わったらじゃあねって言うんですよ。もうビジネス友達や。ビジネスでつながってる人たち。え、でもあのすごいいいビジネス友達です。いやいや言うてもてる。ビジネス友達ってあのすごい、でも楽しいです、本当に一緒にいて楽しいです。俺も楽しいし、なんかそうやって見てる、そういう目で見てる俺は。ドンマイさんは全員、世の中の女性全員恋愛対象内なので、逆にそこがすごいなって、まあ、本当に尊敬するんですよ。どの女性でも OK じゃないですか。いや、そんなことないんですよ、実際。まえちゃん、全もうめちゃめちゃ OK ですよね。オール OK です。私の多分友達全員 OK だと思います。まえちゃん、オール OK。そう、こういう人なので。下から上まで舐め回すように見てます。まえちゃん、ごめんね。次から呼ばないね。ドンマイさんとのコラボの時。いや、でもまえちゃんは気づいてると思うよ。俺が下から上まで舐め回すように見てるって。あの被害がまいちゃんにまで及ぶっていうね。今日の企画なんですけど、はい、YouTube のコメントとかで、はい、結構話題になってる、はい、ドンマイ川端と朝倉海さんが、はい、もうどっちがかっこいいんかっていうのをどっちがかっこいい、朝倉海さんとドンマイ川端がどっちがかっこいいんやっていうコメントで溢れ返ってるんですよ、はい、めちゃめちゃね、私にもコメントくるんですよ。くるでしょ。朝倉海とドンマイ川端、はい、どっちが好きなのって。あ、だから好きとかではないと思うんですけど。で、これカイピョンに許可取ってますか。あ、取ってます、カイピョンに取ってます、はい、こういう感じで。え、本当に取ってるんですか。はい、
一つの時代に二つのイケメンはいらないっていうことで、はい、あのドンマイ川端と朝倉海さん、これ普通に海峡の方がかっこいいですよね。違うんですよ、あの赤ペン貸してください。トータルで見たら、はい、圧勝なんですけど僕の、はい、そのそれじゃ、ええ、あ、はい、それじゃちょっと朝倉さんかわいそうなんで、あのパーツでカイピョンの女性ファンに怒られるぞパーツで、パーツで勝負していこうかなって思います、はい、買った方のパーツを丸していってもらう形で、どっから、まず髪の毛から、まず、目です。もうこれはもうね、もうほとんど目は私カイピョンの方が好きだな。あ、目はカイピョンです、ね、うん、あ、なるほど。あ、目は朝倉さんで、はい、どういう、ほぼ一緒だと思うねんけど、いや、あのなんか目かわいい、うん、これのこのキリッとした目は、うん、あ、普通普通、まあどっちか言うと朝倉さんっていうカイピョンかな。あ、まあそれは、うん、分かった、うん、じゃあ次、鼻です。鼻、私ドンマイさん鼻、俺、はい、え、鼻、こうやってますね、あの全部こっちつけてつけちゃって、あの思ったのやらせてください、はいはい、思ったのやらせてくれもらっていいですか。じゃあ鼻は僕、あ、はい、鼻どう、マジですか、どこがですか。小ぶりって感じですもんね、僕の鼻は。というよりも格闘家ってやっぱ何回も鼻が折れちゃうので、はい、あの整えなくなっちゃうんですよ、格闘家の。私の鼻もそうなんですけど、何回も折れちゃうので。何回も折れてるんですか、朝倉さんも。あ、折れてると思います、曲がってるので、はい、僕も曲がってるんですけど、まあ曲がったもん同士だと、曲がったもん同士でこうやってパッと見ると、ドンマイさんの方がまだ曲がってないかなと思って、ドンマイさんに、ね、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次、口。口、はい、まあむずいと思う、これは。正直可愛いもんな、俺。俺口がちょっと自慢で、口ちょっと見せてもらっていいですか。別に普通の口ですよね、うん、でもカイピョンも別に普通の口なんですよね。うん、だからどっちか言うと、まあ、そのなんていうん、愛らしいというか。あ、でも愛らしいな、ドンマイさん。これなんかアヒル、アヒルっぽい、うん、あ、そうそう、うん、そう、アヒル口とかもできますね。この写真が悪いのかもしれない。この写真可愛くない、これとこれで比べて普通に可愛いよな。可愛い、うん、でも私眉毛カイピョンなんだよな。眉毛はカイピョン。このね、あんま太眉毛そんなに、 あんまり好きじゃない感じで、はい、まあでも眉毛は変えることはできるから、うん、あ、そうか、言ってもらえれば、はい、もう今すぐにでも変えます。あ、本当ですか、はい、これは別にあの勝敗にあの左右されないですね、眉毛は。あ、本当ですか、はい、髪質なんですけど、髪質はちょっと写真では分かんないですね、うん、髪型は分かるんですけど。髪型はどっちですか。髪型断然こっちですよ。断然だってこれはちょっとなんかおかっぱみたいになってるんで、散髪してるしね、怒られますよ俺もむちゃくちゃいいねって言って切ってもらってあの私の好みです、あの、はい、すごい個性的な髪型だと思うんですけど、はい、私はこういう、まあ、ちょっと陰毛気質あるもんね、陰毛っぽいっていうか、あー、うん、なんかそんな感じはね、うん、分かる気がします、うん、でもそうですね、髪型こっちが好きです、ね、なるほど。じゃあ、ヒゲ、ヒゲない方が好きなんですよ。あー、まあでもなんかヒゲない方が好きで、あのないものを作るっていうのは無理だけど、あるものをなくすことはできるから、ポジティブですね、うん、だからそればいいだけもうポジティブだから、なんか朝倉さんが飼ってるとこって俺が変えようと思えば変えれるとこばっかりなんよ。髪の毛変えれる、そう、眉毛も変えれる、髭も変えれる。目変えられなくないですか。目とかは別にそのあんまり関係ないっていうか、人って性格やから、人は、はい、うん、で、あとは顎のラインとか。顎のラインはちどんまいさんです。ああ、うんうんうん、ああ、分かってるな、分かる、スッとしてるよな、なんかスッとしてるから、うん、はい、意外とめっちゃ小顔なんですね。そうそうそう、顔ちっちゃいですよ、めちゃめちゃ顔ちっちゃくて、うん、そうそうなねんな。ってことはもう完全にいい勝負やな。ああ、はいはいはい。じゃあ最後、その肌の色。ああ、カイピョン。白が好きの方が好きですね。色白が好きなんや。
色白っていうよりかは自分がやっぱ体毛も濃かったし肌が黒かったので体毛濃いとか言っていいんですか。あ、もうめっちゃ公で言ってるね、ずっと言ってるよね。お父さんが沖縄の人だったのでもうボーボーなんですか。お父さんボーボーだったので中1から全身脱毛行ってる。お父さんの話聞いてない。私か、うん、私結構すごくケモクジャラで3人兄弟3人ともあだ名がケモクジャラでした。ケモクジャラだったの。ケモクジャラでしたよ。そんな言っていいんですか。小中学生からめっちゃ言ってます。へえ。でも今ツルツルなりましたしね。ツルツルなんよ。もう脱毛の支援までしちゃってますから。そうよな。あ、じゃあ全脱で。全脱です。へえ。ツルツルです。そうなんや。はい、好きやわ。ありがとうございます、うん、ツルツル俺結構好き。でもたまになんか、うん、こんなところからっていうのが毛が一本生えてきたりします。いや、その子はまた可愛いやんそういうとこが可愛いよお前の。でも親戚のおじさんって。ちゃうねちゃうね。そういうちょっとした隙が可愛いよ。そうですか。全部ねツルツルやったら可愛いけどちょっと一本だけ生えとんやろ。なあ、一本だけ生えてきたりします。あれがいいよな。あれが好きなの。ちょっと分かんない、うん、でもこれ見る限りなんかもう、うん、あ、でもカイピョンの方が勝ちか。ちょっと、いや、でもカイピョンが飼ってるとこって俺が飼えれるとこやから、逆に鼻とか口とかって飼えれないからカイピョン結構きついと思う今後戦うってなったら。何の戦いですか。でも朝倉さん俺ね本当スーパースターなんですけど、はい、正直顔だけで勝負したら全然負けてないなと思ってたんや。正直あとは全部負けてるけど顔だけは。顔が一番負けてるんじゃないですか。いや、全て持ってる方じゃないですか正直。あ、そうですね。お金も、あ、金と地位と名誉全部あるけど顔は俺やなっていう。でもこうやって見比べてみるとなんかもう一緒に思えてきましたね、うん、まあまあほぼ変わらんと思う。なんかそんな感じがしてきました、うん、だからそのなんていうんかな、恥じることはないというか恥じることはないというか、はい、これ視聴者さんが気になってるのはイケメンかじゃなくてどっちが好きかを多分気になってると思います。パンちゃんがどっちが好きか。どっちが好きか。めちゃめちゃコメントが来るのね、うん、でもそれはもう言わん方がいいと思う。まあそれ傷つけることになるやん正直。あ、すごい俺寄りの答え。ありがとう。なんかありがとうございました、うんうん、これいいのかな出しちゃって、うん、大丈夫大丈夫、朝倉さんは優しいから。優しい、大丈夫、うん、絶対大丈夫。ありがとうございました。ありがとうございました。でもやっぱさあないよな。いや、あるあるあるでしょ。ある